くれくれ、あ、これは向こうに渡るところがないんでは。あれ信号あるな、一応。信号はあるけど、え、普通、あ、普通横断歩道あるな。どうもございます。こういうところは階段から人が来るかどうかというのは怖いですね。いらっしゃいませ。横のがこれ阿武隈川かな、違う、松川って書いてある。阿武隈川、何うるさい、まだ悪いかな電波。アプリでもう一遍再起動してみますかね、ポタファイ。今はですね、松川っていうところの川辺にまで来ました。ここから川沿いに市街地の方に戻っていきます。駅前の方にちょっと川辺に出たら一旦ポタファイ再起動してみよう。よっと、サイクリングロード、これ4号線ですかね。あのずっと青森までつながってるやつですよね。ポサイしてきますと。これは YouTube 用のその旅行動画としてはいらんところで時間食いまくってんな。いちいち早送りしないと見てられないよな。配信開始どうだ、復活するか。134、60、30、130、あ、上がった上がった。今この待機大丈夫ですね。難しいな空が一部は青空なんですけどね。あ、安定したみたいですね、これで。で、転送速度はよし。じゃあ、全国どんぶりサミットに向かいます。
いや、移動どうわかんないですよく。なかなか青空があるところもあれば、黒い雲がある方もありますね。カツ丼、いや、カツ丼は結構重たいから、2杯食うとこと考えたら、グルメ、私あまりグルメじゃないです。なんかいいものがあったら食うだけで。食べ物のために移動することはあまりないですね。まあ来週もち食べていきますけどね。もちじゃない、いいです。今日は松川って書いてあったんですけど、多分阿武隈川の支流じゃない、支流じゃないですかね。支流、追い風だ。何本ですか、金銭的に。それはバルバルさんが、あ、お、そう、漬け丼食いたいんです。大漬け丼好きです。雲がこっちに来ては消えたりしてるんで、餅、下かわし、今なんか応援の音が聞こえてたんですけど、ね、違う、応援じゃないか、あれ、うん、あ、サイクリングハウス、あ、僕これ やっぱなんかやってますね。 1,2,3,4この客席は待ってないですね。なんちゅう、きりたんぽか。きりたんぽはそういやまだ食ったことないかな、多分。で、あの丼30度、あ、脱出してきてよかった。あ、よかった。今野球の試合か練習試合かを今野球場の中でやってたらしいんですけど、そこからさっき応援の声聞こえたと思ったんですけどね。でそれとは別に、あの外ラン、あの走り込んでいる部員たちがいました。何部員かわからないけど野球じゃないかな、多分。うん、ビミシンボ割とどうでもいい。こっちはテニスか。宇和島何でしたっけ、あれ。私もなんか見たんですけどね。あ、鯛めしか。宇和島は鯛めしって言ってますけど、茶漬けみたいなやつですよね。まあ宇和島で食ったことあります。なかなかの高級品でした、あれは。あの時は、うお、しまった。ツール再起動した時に延長が徐々に延長にしてなかったか。あー、面倒だ。まあこれで FM エリー復活かな。いや違う、違わない、どうだ、違ってるのか。ん、いや、自動無料延長にしてるよな。ああ、終了してるってことは働かなかったのか。じゃあ一般枠取り。再利用で、アクトリから配信画面を表示されるまでが遅い。
遅すぎるな。あ、マップが見えなくなった。繋がらないことに対して何もできない。やっぱり環境を作り直すべきかな。おかしいな。なぜか自分の放送が放送中として見えない。出ない。どうなってんだ。ピンが押したはずの枠につながらない。ツイートは、あ、一瞬でいくな。厄介だ。じゃあ、釣れた。枠が取れたよ。遅すぎる。なんだろうな、自分で通った枠が見えないっていうのは。FMLE を。こうして。ってことはやっぱ放送始められてはなかったのか。やった。さあ、ここへ来た。お、安定した。行ってる行ってる。すいません、なんか自動無料延長オンにしてたんですけど働かなかったみたいですね。気がつかなかった。残り3分という、自動コメントも聞こえなかったな。というわけで市街地に向かいます。どんぶりサミットに向かって。
いいな。やっと動画が FM で復活しました。この枠取り直したおかげで復活しました。今日は放送もやられますね。いろいろとまた復活みたいですね。土曜もやってるのか。で今ここはサイクリングロードです。おそらく阿武隈川の支流なんだと思うんですけど、松川っていう川で、風がさっき追い風だったのにどうなってんだ。いや風音今どうですかね。かなり今風横から食らってるんですけど、このマイク今日使うの初めてだから風防がちゃんとできてるかどうか。失敗しました。かなり風受けて自分でもちょっとうるさいぐらいですけど、でその周りに両面テープを貼り付けてベルトを固定してるだけなんですけどね。結構市街地から離れた方に降りたかな。あ、阿武隈川って書いてある。ってことこれ阿武隈川でいいのか、それとも今途中どっかで合流したのか。ん、声がやっぱあまり風が防げてない感じですかね。やった。なかなかいいサイクリング。見えました、今の何だろう。飛行あの滑走路の数字のあれとは違いますよね。角度的に今これは20ぐらいじゃないかな。200度。ヨーグルト、あ、エルなんとかってありましたね。こちらが阿武隈川になります。もうあのさっき書いてあったから間違いないはず。お、いらっしゃいませ。あれ、あそこにあるのはん？あるじゃない、生きてるか。やっぱりあれ白鳥っぽいのがいる。なんだろう、こっちたみたいですね。園長はなんかツールがうまく働かなかったみたいです。なんか白っぽいのがいるんですけどね。あの色は白鳥かな。やっぱ白鳥っぽい。向こう岸に白鳥っぽいのがいます。いらっしゃいませ。まあそれだけなんですけどね。今の時期白鳥しても別におかしくないのかな。よっと、阿武隈川に白鳥が。あそこ公園ですか。あんまりなんかそれらしく見えないですけど、なんか施設ありますね、あそこに。まだ早い。なんか阿武隈がこの辺りですね。こっから北東の方に登っていくと、あの阿武隈駅とかあるんですけど、何にもないところです。周り前そこのそれ沿い走りました。それ沿い阿武隈駅は確かさっきも何でしょうね、忍山電波悪すぎ。せっかくラブちゃんがいたのに、ラブちゃんが、ラブちゃんというラブラドールじゃ、明らかにラブラドールじゃない、
柴犬っぽい太った犬がいたんですけどね、なんかおばちゃんたちがラブちゃんってラブちゃんって呼んでる犬がいました。で、なんか私の方怖がって近寄ってこないんですよ。ご主人様と一緒に来てるのに、ご主人がこっちの方に歩いてきてもなんか立ち止まってビビってるんですよ。結局迂回して逆方向に走っていきました。やっぱりなんか私は犬が危機するようなもの持ってるのかな。そう、ラブちゃんが頭のフォルム、今日は影の方向からあまり見えてませんね。そう、影自体出てなかったか、曇ってて。走りやすいな、こっちは。いらっしゃいませ。テニスコートだ。あれ、そう、前阿武隈川沿いずっと走って仙台まで行って、でこの土手のとこで昼寝したりしたんですよ。気持ちよかった。その時初めて野生のそんなにあちこちいるとは知らなかったキジの声を聞いて、でキジを見つけた。いい情報だ。それが十何年前かな。メインカメラ現いい情報でしたね。ってことは距離か、どこかから24キロ、25キロ。そうそう、正面の橋がすごく鉄道の橋っぽい。車通ってるけど、色的に、橋脚的に。あれ？なんか予定ルート変なルートが見えてる。あれ？堤防。ああ。どっから曲がるんだっけな。まあ、まっすぐ。そんな近くに海ありました。結構どんぶり、これからです。どんぶり食べて13時ぐらいにはもういや山の方に向かいたいな。ピッてなんすか。違います。あ、やっぱり風防しきれてないか。後でモノラルにも変えてみますかね、今まで通りのやつ。そう、サミット参加のために今会場に向かってます。サミット会場へ。ただ自転車が置いとけるかどうか分かんないんですよね。あ、そうだ、自転車の今日はスタンド持ってきたんだった。取り付けとこう。スタンドは今バッグの中にある。比較的取り外しがしやすいスタンドを買ったので、スタンドあった方が便利ですね。やっぱりあちこち止めて飯食いに行ったりするときとか、展望台で展望するときとか。だいぶ晴れてきたけど、まだ雨雲来てますよね、確か。そう、マウンテンバイクで来てます、今日は。26キロかな、これ。自分で持ってくる分にはあまり気にならないんですけどね、飛行機輪行だと結構力が加わることがあるから、ディスクブレーキのディスクのところは怖くて、この間青森まで
北海道帯広空港に降りた時かな。その時にはあのクロスバイク持ってきました。あれ、また切れてますか。また規制なのかな。これでいいか。そう、ディスク歪んだら私は多分修正できないと思うんで、次はそうですね、25分ぐらいになったら撮りますかね。ヒコキ銀行は預け荷物がトータル20キロまでだったら追加料金なしです。調子悪くなってきたみたいですね。ふう。どれ。いや、今は調子悪くないですね。転送速度 OK なはずですよ。じゃあ会場に向かいます。あと 1,2 キロぐらいかな。で、25分になったら予約枠取るの忘れないようにしないと。ウサギが何の店なんだろう。今電波良さそうでしたけどね。転送速度が高いんですよ。噂のプリンパン、あ、影映ってました。福島駅のすぐ近くです。で、もうすぐ全国どんぶりサミット会場。さっきのか、上りだと暑いですかね。平地で風を受けて走ってると気持ちいいです。結構大きなバスだな。地方でよく見えるあのミニバスじゃない。
見に行きます。自転車を置けるとこあるかどうかですよね。まずはどっかでスタンドつけるか。こっからまっすぐ行ってちょっと右に入ったあたりに会場があるはず。あ、25分になって枠移動ついてるんですかね。うん、市街地。引っかかった。自転車どっか置けるかな。会場まであと500メートルぐらい。ここに一応置けるとこありそうだな。この服、あ、動いてます。福島テルサっていうのは何ですかね。割と見た目公共っぽいんだけどな。あ、今ここ、いや、多分テルサ寄せ。会場は室内、いや、あ、どうだろう、外だと思うんですけどね。現在大丈夫ですかね。屋外だと思うんだけどな。枠ですね。おお、今結構スレスレ今来てなかったか。一応視界より後ろに回ったから安心してたら私の今後ろに釣りそうになってなかったか、あの車。あ、なんかやってますね、もうここから。おお、え、これどんぐりサミット絡みというか一連のイベントなのか。また飴屋さん、やったいっぱい出てますね。自転車降りないと難しいですね、こりゃ。そう、確かこの辺り一体封鎖してあるんですよね、今。じゃあ枠取り、まず枠取るか。枠取ってスタンドつけて駐輪できるとこ探して、でサミットかな。あれいっぱいに、まあ、おこてんですかね、これは。じゃあ一旦この枠終了して、あ、ライダーがいる。枠終了して枠取りますかね、次。あ、そうか、じゃなくてあれか、枠取りは別にできるんだ、確か並行して。なのでこのまま、まだじゃあ終わらずに枠だけ取ります。まず枠再利用し、あー、再利用、そうか、これ2つ前のやつでできるな。この辺りの仕様が不思議だよな。で予約機能を使って利用する。で12時半か、もう12時半か。忍山回ってくるだけで3時間経ってますね。予約完了してない。すでにこの時間に予約をしているか、放送中の番組があります。げ、おかしい、並行してできるんじゃなかったっけ。じゃあ終わらせますね。あれ、この間できたのにな。わらせますと。あ、いいねがする。では、でワクトリーで12時半スタートで確認する。仕様がよくわからない。予約、よし。で、確かスタンドはこっち側に。あれ？ん？こっち側にいなかったっけ？こっちか。あ、こっちだ。で、工具と。
100均で買ってきた袋の工具、買ってきた袋を工具袋として使ってます。すぐ取り出すやつをサイドポケットに入れて、あといろいろ掘り込んでます。あ、荷物重ねて難しいか、難しいな。じゃあ繋いどっかな。表示が古いな。いやまだ古いな。ああもう厄介だな。5分開始のこいつを終了させて、あ、30分開始が出てきた。で、うわ、地図戻るんで、あと5秒だ。あー見づらい。でコピーでこうしてこれでよし。お待ちをお待ちを。よしで配信開始ボタンを押して無料延長ボタンをオフオン。よし。あ、秋祭りがメインの主体なんですかね。で、あと今ここを停止開始して、これでよし。準備完了してない。まだしてない。まだこれがあります。ちょっとお待ちください。今スタンドつけるんで。よっと。あと持ってくることを持ってきたんですけど、まだ取り付けてなかったので、早く引っ込め。引っ込んだ。今のですね、ネジが1個ない。あれ確か2つついた状態あったよな。これネジが1個消えている。荷物の中で落ちたのかな。ネジが1個ない。工具袋の中にこのネジあったかな。荷物の中に落ちてるかもしれない。確かこのキャリア用のネジは一つ小さいやつだよな。やっぱりスカスカだ。探してる時間が考えたらもうキャリアスタンド諦めた方がいいかな。一本だと多分やばいと思う。しっかり締めればまあある程度持つでしょうけどね。ああもうせっかくあったすぐ近くに落ちてた。入り口すぐ近くに落ちてました。バッグのそうか、これ途中までねじ込んでても落ちるもんなのか。
いやー焦った。しっかり奥までねじ込んだ状態でこれほあの持ち歩かなきゃダメですね。回ってしまう荷物の中で。チッとか言うな。こうだな。あれ届いてるかこれ。届いてない。これはどうだっけ。あ、これ内側からやるやつだったっけ。ってことはキャリア外さ、あ、違う違う、ひっくり返してこれは私の自転車です。ライトと GPS 外してひっくり返して、でホイール外して、よっと、これで予約つけられるな。そっか、内側からこれつけるやつだったっけ。すっかり忘れてました。よっと、まあ、これから3日間これは使うことになるので、こうだから、違う、内側につけるんじゃなくてこうだ。ああ、外さなくてもよかったかな。こうつけるんだ、こう。あ、危ない。あった、ありがとうございます。案外。いつもこれつけ方忘れてるな。電波、あのせいって何のせいですか。あ、止まってた。内側なのでクイックでつけられたらいいんですけど、そう、この水の中にネジが落ちる可能性がかなりあって、これ実際リモートでは難しいですね。あー、ネジがはまんねー。入った、余計なトラブル。こうして前と後ろ止めて、でも普通の挟んで止めるタイプに挟んで無理やりフレーム挟み込むタイプに比べればだいぶ楽なんですけどね、こっちの方が。よし、できた。じゃあオイルつけて、ああ、スタンドは立てた状態じゃないとホイールが挟まらない。よいしょ、ホイールつけで、で、よし、ネジ1本。そう、ホームセンターがなかあればああいうのなくなっても大丈夫ですね。で、工具袋をしまい込んで、お、宅急便だ。近くで音を聞くとカラカラ鳴ってますね。こんにちは、福島です。今岡山鳥取か、岡山はちゃんと走ったことがあまりないかな。なんかスタンドつけました。スタンドつけて立てられるようになりました。こういう市街地の駐輪場とかだとこれはかなりでかいんですよね。よし、やっとどんぶりサミットに行くための準備としての、自転車を駐輪するための準備としてのスタンドがついた。さて、駐輪できるとこどこかあるのかな。かな。そう、全国どんぶりサミット、いやーっと終わった。会場自体はこっちの方のはずなんですよ、どんぶりサミットは。わよ、はよ行くべか。ん？別の海。
山陰のあたりですか。山陰、鳥取は前走ってますけどね、2回ぐらい。ここの石畳なんか盛り上がったり、なんか起伏激しいですよ、ここの石畳。これ地震とかでなんか液状化とか地震とかそのあたりの話でこんなにデコボコしてるのかな。ジュリアン、手は出さないと足は出す。あ、そう、焼き鳥祭りやってるみたいですね。違います。なんかカラ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 言ってます、あの車が通ってるところ。液状化、そうか、液状化はあれか、海の近くなのか。地下水があったりなかったりっていうのはあんま関係ないのかな。匂いがしてきた。雨はさっきからパラパラ来てます。今あの晴れてますけどね。この辺り、このどっかすぐ近く、確かあの三角形のブロックになっているところが地図上で、三角形ブロックになっているところが何ドンにしますかね。まあ現地で見てみてから。福島の駅のすぐ近くです。建物、そうですね。じゃあ単にこれはしっかりした舗装じゃないからというだけなのかな。右のですね、こっから向こうに行って、そこの交差点の左前方のはず、対角線上のはず。またちょっと曇ってきたな、雪で。え、あのデコボコが、おお、やってる。これだよな。並んでますね。南阿波、どんぶり街道、ハモ天丼、あるある。で、一応この状況を想定して私はあの折りたたみ椅子持ってきました。これがどんぶりサミット会場ですね。これはあまり並んでるところは避けた方がいいな。てか持ちサミットと同じだったらどこも同じくらい並んでる。そう、一応なんか椅子はいっぱい出してあるんですけど、あれは溢れてるだろうな。ベイチグランプリ、米市、さあ人気ありますね。食べ物系はだいたいこういうの人気ありますよね。 B 級グルメとかの大会も、私は漬け丼とか食いたんですけどね。で、ここは駐輪場か、駐輪場なのか。駐輪禁止と書いてないってことはそれっぽいな。なんか、いや、止めても良さそうな風には見えるけど、どうなんだろう。警備員の人がいたら聞くのにな。あの人どうなんだろう。あ、ちょっと一旦止めますかね。土地丼、やった。うわー動くな。これでいいか、いや、これでいいか。よし、隠すよ。いや、あったからじゃなくて、今日ここ通る予定だった時にたまたまやってただけです。おー、あー、これなんか前輪がぐるぐる回るな。どうやったらこれ固定できる。で、さっきからあの小さな鉢みたいなやつがまとわりついて、あんた何ですか一体。何の類なんだこれ。アブかな。あ、飛んでった。写真撮ろうと思ったら飛んでいきやがった。アブが、そうそう、そう見られるはずですよ。じゃあポタファイ持って、折りたたみ椅子も一応持っていくかな。で、一
応鍵はかけて、なんたって市街地だから。ブレーキレバー、ああブレーキレバー縛るか、なるほど。輪ゴムがないな。でも前輪を、あそこブレーキレバーストバンド、そうですね、そうか、輪ゴムがなくてもストバンドある。心当たり、裾バンドがとっさに追いつかないのがお恥ずかしい。これで、いやこれでよっと、うん届いた、これでよし完璧。さてライトが盗まれないといいな。この間中山駅まで盗まれてから、よっと。でゾーンサミットに私はこの格好で乱入していいのかな。どっかにでもこれカメラ置いとかないと。ブレーキ縛ると前があのグラグラあの動かないので、今この状態、これちょっと傾いてるんですよ地面が。どうするかな、これカメラここに置きっぱなしだと離れすぎるよな。最後尾とかいうのがある。全部制覇どころか、あのどっかあんまり並んでないところで撮りたいな。トントマドンとかありますね。並んでないところは全然並んでないんだ。恥ずかしいというか、周りにあの周りに威圧感を与えてないかと思って。まあでも脇にも立って一緒か、しばらくこのまま行こう。あれはそう、生田さんで、ソースカツ丼ある、ソースカツ丼で、なぜか三浦丼、三浦半島から来てる。日本有数のマグロ基地、三浦半島でマグロが取れるのか取れないのかって話もあったな、そういや。で豚汁だけやってるところとか、朝日ビールやってるところとか、缶すまめ、すまめ漬け丼、あ漬け丼だ、沖ノ島だ。イカの漬け丼か、イカか、イカね、柏崎鯛茶漬け。並んでないところ並んでないですね、文字通り並んでないところは並んでる、ない。ソースカツ丼はあれどこだろう、あ、駒ヶ根下、駒ヶ根のソースカツ丼前食ったよ。全国丼サミット福島2013、小田原のしらすの三色丼、時間的にはちょっと人多い時でしたね。あこれ発電機か、そうそう仙台漬け丼食いたいんですよね。いやだ、あ鯛めし丼だ、鯛めしうまいんですよね。あそこ八の方に本部がありますね。とりあえず仙台漬け丼、確かにあの前、昨日見てホームページで見て食いたいと思ったんですよね。でもこっち側の方にないってことは、さっき並んでたあたりか、関東地区、そうですね、ピーク。あーまあ確かに予想したむちゃくちゃな混雑ではなかったな。5分も並べば食えそうですね。能登牛すじ丼、能登丼、チョイス、あのゴローズチョイス的な、あ仙台漬けのこれか、一番手前のとこだった。仙台漬けの600円、並んでる。でもどんなちっちゃいですね。ちょっと後回し、トロトロ味噌カツ丼、厚見半島、600円が結構多いな。600円ですね、500円とか ばかりかと思ったら、トントマ丼もいいな、並んでないし。どうしよう、厚見半島のトロトロ味噌カツ丼500円だし、これ行こうかな、まずは。あ、空いてるとこある、
森的に小さいですよ。じゃあ、マイクの取り外しが慣れてない。あれあれ、こうか。じゃあですね、じゃあちょっと目の前のトロトロ、何トロトロ味噌カツ丼っていうの買ってくるんで、あいつみ半島の、ちょっとお待ちください。欲しいな、なんか、ちょっと自販機で買ってきますね。延長大丈夫かな。延長はまだ大丈夫ですね。ちょっと待ちください。
ちょっとあの周り人が多いんで難しいですね、配信が。難しい。どうやればこれは。テーブルの、あ、テーブルの上というのが厳しいな、逆に。よいしょ、とこれでいいか。これでなんとか見えるかな。見えてない。まずオートフォーカスオンにして、ちょっとカメラの位置が難しいんであんまり見えないかもしれませんけど、このまま食べさせていただきます、申し訳ない。オートフォーカスにして、で丼開けて、おう、で漬けとも相変わらず並んでますね。はい、まずこちら能登めぐみ丼、あの味噌カツトロトロなんとかじゃ ないですね、こっちは。豚の角煮の細切りみたいなやつと貝と海苔とあと大根人参煮たやつとしらすが入ってる。でちょっとコメントすみません、聞こえてないのでパソコン画面で見えるだけ反応します。でこっちがあのあれどこだ、場所はちょっと場所忘れてたんですけど、芋っこ汁ってやつで、本当は鶏のつみれが入ってるんですけど、今つみれが切れてるらしくて200円のところ100円でした。あ、そうそう、これ厚み丼ですね、そうそう、能登じゃなかった、能登じゃない、そうだった、能登半島と能登半島と厚み半島間違えた。ガッツ、じゃあいただきます。前にまだ写真も撮らなきゃいけない。間違えた、あ、毛ですか。いただきます。私は腕毛は普通にありますね。こうやってこうやって難しいな。でもまず汁物からかな。ああ、味噌汁、味噌汁。うまい。なんかこのテーブルのとどんのとどんって書いてあるから、頭がそっち引っ張られたのかな。いただきます。で今なんか。ウルカやってるおちゃんから厚見半島知ってますかって言われたから、昔って岩垣食ったことありますよ、由良岬でとか言ったら、そこの出身ですよって言ってました。これ飯は味付いてるのかな、ちょっと白飯かな。ああ、うん、なんかいろいろ入ってていいですね。で仙台漬け丼が飽きはしねえ、この豚角の小さいやつみたいなのとか、これ500円です。まあ小ぶりなんですけどね。延長はあできてないな。ありがとうございます。今コメントが見えてよかった。無料延長、はい、よし。丼、これはですね、あの魚丼と肉丼が二色体になってるんで、割とあのいろいろ楽しみたいみたいな。作るのが大変じゃないのかな、これ。
そうでもないかな。スケートも少し短くなってきた。列が。量はいやそんなに量はないですね。私も手と比べてもらえれば。割と小ぶりな丼です。半熟卵もバッチリ半熟だ、最新はちょっとカメラの位置が難しいですね。ヘルメットしながらだと全然見えないし、あと何杯仙台漬け丼食べてそれで終わりかなと思ってますけどね。わかんねえ。仙台漬け丼が600円だからそっちも買って食べたらトータル1200円の昼ご飯ですね、何汁、芋っこ汁って書いてありました。つみれが今切れちゃったんで200円のところ100円で提供されています。あの里芋入ってますね。これをちょっと飲み物代わりに、あ、これはこれこんにゃくか、こんにゃくだ、芋煮っぽいですね。チューしたいですか。何なの、なんかイベントやってますね。あ、短くなってる。今のうち買ってくる。今のうち買ってくるのでもっと下向けて、よいしょ、これで背景が 見えづらいだろう。ちょっと今のうちに買ってきます。
こうか。これはですね、マグロ、ヒラメ、カンパチ、スズキ、ホッキガイ、イクラ、ササカマが入ってます。マグロ、ヒラメ、カンパチ、スズキ、ホッキガイ、イクラ、ササカマの具が7種類入ってます。これが600円、仙台漬け丼です。さて写真撮るか。これテントの中なんで作ってる人が目の前見えて、お客さんが背中からじーっと見てる中で作らされるのは相当きついんじゃないかな。で大きさ違うんですね。結構小さい方が仙台漬け丼600円、大きい方が渥美半島恵み丼500円。これ、ね、ネタの値段的に相当密度高いですね。わさびは漬けの中に入ってんじゃないか、醤油の中に入ってんじゃないですかね。ちょっと先にこっちを渥美半島を食べてしまってから、これで600円は多分安いんじゃないのかな。どうなんだろう。そう、ある程度小ぶりじゃないと、このサミットというかグランプリ系のやつは種類食えないですからね。丼やっぱりでも3種類だと多すぎるかな。多分3種類食えることは食えますけどね。もちサミットも5種類ぐらい食ったら腹いっぱいになっちゃって、汁いただいて、じゃあいただきますかね。仙台漬け丼狙ってたやつ、ピント合ってるのかな。これいくらがそういえば具として書いてないな。いただきます。これはどれ、具がどれなんだろうな。これはい、近すぎてもよく見えないですね。いただきます。やっぱ漬けうまいな。これ笹釜ですね。分かりづらいけど、牛タンは入ってないですね。ちょっと海鮮丼のカテゴリーだと思うので、こちらホッキ貝ですね。醤油とかは寿司飯に漬けの具が乗ってるんでいらないです。さらにピントが、うなぎもないですね。確かに、うなぎは海鮮とは違いますよね。ステージのですごいな、なんか、ちょっと空が、急に涼しくなってきた。倍返しがどうとか言ってますね。この辺り鈴木なのかな。漬けうまいっすよね。もう1時過ぎてるのか、早いな。これもどれだろう。白身の魚が結構、白身の魚の漬けがいろいろ出てくる。
ご飯が足りない。漬けの方が多すぎてご飯が足りない。これも大きいか。ご飯量が少なくて漬けが多すぎる。うん、カレー欲しい。つぶさ群、笹釜が3切れも入ってた。これはまあ刺身よりは原価安そうだしな。原価っていうのはあれだけど、マグロとこの辺がタイに見えるんだけど、これはスズキかな。ヒラメ、どれかがヒラメでどれかがスズキで、うん、雷、いや雷は聞こえてないです。もうほぼ刺身だけになってしまった。漬けだけに、漬けとガリだけになっちゃいました。これはブリっぽいけど、風が吹いてきたな。カンパチとかスズキかそのあたりかな。これささかまでもなんか魚の漬けもあの同じ種類でいくつか入ってるみたいですね。今日は一人、そう。と原価っていうと原価中っぽいですよね。でこれは芋っこ汁。うん。大丈夫です。うん。もうすぐ食い終わるんで、もうちょいお待ちください。白醤油、カンナナ、カンパチ、これ結構唐辛子入れられたな。なんか唐辛子の入った小瓶がちょうど切れそうだったんで、あの最後にまとめて入れられた気がする。これこれは3杯目、1杯500円とか600円ぐらいです。うん、やっぱり漬けと人気あるな。あ、すぐめちゃくちゃ並んでる。鯛茶漬けがいっぱい並んでる。ちょっと喉に引っかかりましたね、これ。飛んでいく飛んでいく、風が吹いてきた。なんか雨が降り始めると風が吹いてくるな。今パラパラ来てます。うん、3倍返し。次に3倍目はちょっといけそうなんですけどね。あんまり食いすぎると上りで走りにくくなるかな。ステージが盛り上がりすぎ。ごちそうさまでした。ふう、なんか割と丼としてはいろいろ抑えられた感じがするな。豚系もあったし。風がじゃあちょっと待ってくださいね。一旦ヘルメットかぶって、ああ丼の蓋やらいっぱい飛んでいく。よっしゃ
で読み上げを音量上げて、今度は何で、あ、ケーブル抜けてる、やばい、 GoPro がどっかで電池切れしたりしないかな。あれ、 GoPro が給電できてない。うわ、割り箸が1本ロスト。あれ、 GoPro 充電できてないってことは、あ、バッテリー切れてる、交換しないと。ちょっと忙しいな。まず割り箸を拾って、でまたヘルメットかぶって、でパソコンをこの中にしまい込んで、ん、何種類、20種類はないけど10種類以上はありそうってぐらいですね。米沢は明後日です。今日はここから15キロぐらい、16キロかな、ジェットソン。そう、雲がちょっと黒いの来てるんですよね。パラパラ降ってます今、かすかにぐらい。よっと、あ、大丈夫です。よっと、そう、椅子を拾って、ふう、ゴミ箱どこにあるの、あれか、違う、ペットは、ペットボトル、可燃ゴミ、こっちかな。ごちそうさんです。なかなか、なかなか満足した。このトロトロ味噌カツとも、あれ、さっきあった人だ。何、そうです、ありがとう、美味しかった、ごちそうさまでした、美味しかったです、ありがとうございます、ね、それ何、これは、これ録画しながらと放送しながらです。あ、趣味でやってるだけなんですけど。なるほど。あの、たっぷり映させてもらいました、こちらの丼。ありがとうございます、ごちそうさまです。さっきのあの渥美半島出身の人だ、伊良湖岬出身の。よいしょ、ごちそうさまでした。何がない、さっきあの渥美半島めぐみ丼買うときにあの話をしたおっちゃんだった。割り箸投票は、あ、そういうのなかったですね。うん、さっきやった人です。買うときにあの、まあ、普通の売り子さんなんですけどね、売り子さんのおっちゃんなんですけど、やった。いや、さっきやった人、外バッテリーこれから交換します。でも今日2個しか持ってきてないんですよね、外バッテリー。こう書いてあります。もう切れたってことは、もしかしたら配信途中で電池切れるかもしれないな。3個持ってくるの重いなと思って、今回は2個しか持ってこなかったんですが、毎日あの宿泊まりだし。これでいったかな。左へ向けてのライト、よいしょ。あれ、なんか音が小さいな。またなんか接触か。つまりませんでしたって、あれ、なんか読み上げ音が小さいな。スライダーは一番でかくしてるはずなんだけど、お、あ、お正気かな。出発。で、GoPro は、GoPro は、バッテリー入った。で、手ぬぐい頭にかぶって、やった。
で食べ再起動しとくか。もう何も言わずに再起動、どうせ情報言ってないんだから。なんかちょくちょく雨風が来るな。よし、忘れないうちに鍵外して、大体準備できた。あと今ここか。何やってんだろう。あー、ツールがハングしてる。あー、やばい、延長時間だ。今音と映像言ってるのかもしれないですけど、言ってないか、言ってないな。やばい、延長が。あ、やばい。モネライドが死んでない。てか死にきれない。あ、やばい、これは。あ、やばいな、これ延長できないかな。延長は、延長は、よし、豆ライブかゾンビかしたので、再起動してきますと。FM よりも死んでるな。あー、もう1時半だ。なんでこうなるのか。
こっちのバッテリーは大丈夫だな。お、折りたたみブロンプトンだ。私は写真撮ってなかったかな。音遅いな。これで、で、自動無料延長オン。よし。あれ。あ、上がらない。上がらない。速度上がらない。100前後しか出ない。待機。いまいち。とりあえず移動しますかね。これだけ。とりあえず西の方へ、山の方へ行きましょうか。もう1時半だ。途中で降ってきたら目も当てられんな、こりゃ。速度じゃなくて、転送速度ですね。データ転送速度です。あ、ブレーキブレーキ放送で、そう、お仕置き食らってる可能性もあるんですよね。いわゆるお仕置き。やった。とりあえず市街地離れよう。そう、まだ駅前3時間もう4時間経ったか。これはショップ、雅部屋、あずきビーニーベイビーズやった。
で歩道は車道側を、車道寄りを、なんですかね、うん、今お仕置きのタイミングじゃないと思うんですけどね。それか私は普段使いでも使いすぎてんのか。高湯でしたっけあそこは。でも1ヤビツぐらいあるんですよね標高差。私の今の速度だとどうだ、2時間あれば3時間かかると思った方がいいな。エロ動画か、そのせいか。いや、ホーム配線でエロ動画は見ない、遅すぎるので。距離は15キロぐらいなんですよね。もうちょっと南下してから行く道が確かあったような、もうちょい先だ。紙芝居通常配信しますかね。どうせこの先また電波悪くなるけどな。今日の最後の登りがきついんですよね。もうすごい、あそこのあたりか。実況、今ちょっと線路渡るために少し南下してます。何のこと言ってるのかわからん。一旦南下して、なんか自民党って書いてある車があるな、これなんだろう。自民党のなんか建物かな、これは。見せ物小屋ですか。で、こっから線路渡れるはず。あれ？福島駅周辺はツーリングアプリだとあんまりなんか乗ってなかったんですよね、見どころが。チューニングは天気がな、前あのアースさんとかと峠駅に来た時にも福島駅周辺はなんかえらい降ってて、綺麗な虹が見えたりしましたね。何の伝説？魚菜市場っていう、多分物産の建物かな、あれは。物産店というか何か売ってるとこなんじゃないかな。の前抜けて、こっちは何だ、なんか美術館だか博物館っぽい建物の近く通ってます。なんだろうな、これ。真っ暗。あ、新幹線だ。風がなんか南から随分強く吹いてきてます。自転車とここ取れてるのか。FMLL はもう来てないな。単純に待機制限食らってる。
これ対抗するには狭すぎる。ここを自転車です。こんな歩道みたいなところを自転車ですれ違えって書いてありますけど、厳しすぎます。これもなんか無理やりな自転車対策だな。 NHK ですかね。今線路をまたぐじゃない、下を通る跨線橋じゃない、くぐる方の道路だったんですけど、下をくぐるやつ、本来歩道らしきところが真ん中に線引いて、自転車はこっちとこっち通れってすれ違えって書いてあって、なんかな。今前から来た女の子とすれ違うときにこっちの荷物が当たりそうだったんで、ほぼ止まりました。音声か、速度の問題っぽいですね。通常配信にしたら何枚か絵が来るかな。アンダーコントロール、あ、そこは今ってアンダーパスっていうか、アンダーパス。円盤餃子食わないですって何ですかそれ、興味ある。まあ、どっちにも昼飯はもう食っちゃいました。アクセルっていうか、あんなとこに押し込めなくて車道走らせた方がまだ安全だと思うけどな。本当にガードレールの中、ガードレールで仕切られた歩道みたいなところを2つに割って自転車対向して走れって書いてあるんですよ。まあ、今私は自転車の横幅広いっていうのもありますけどね。いくらですね。いつからの？放射状に並べるって、焼くときにってことか。またポタパイ再起動してみますかね。じゃあ信号渡ったところで。風音が結構してるんですけどね、フェルト1枚切りじゃ防ぎきれないのか、それか密閉しきれてないのか。聞こえた。何でしたっけ、円盤餃子、ディスク餃子。前方の雲がものすごく不穏な色してる。まあ桜もう春か、雨は来なくていいです。風なってる。さっき南風じゃなかったっけ。ちょっとタワー再起動がてら意識あります。意識影借りよう。うん、向かい風。じゃあ再起動します。
こっちか。止めて、もうこれ繋がってるのかな。もう行った。そんでこっちの方は、ああ映像は行ったっぽいけどコメント取れてないですねやっぱり規制なんだろうか。ちょっと今コメント取るために接続しますのでお待ちください。戻るで、200、300でも100台に落ちることもあるな。よし、とりあえずこれで配信開始と。駐車場24時間最大400円。じゃあ行きますかね。またなんか急がなきゃいけない感じになってきた。時間的に少なくとも18時半の夕食なんですけど、それ以前に18時頃にはもうなんか雨が降りそうな予報になってたんですよね。なので早めに着いておきたい。でももうすでに雨がなんとか来てる。あと風、今かなり正面から風を受けてるんですけど、風音どうですかね。あんまりひどくなければいいんですけど、ソニーのステレオマイクに今日はフェルトをかぶせて使ってます。大丈夫ですかね。あ、今私が喋ってるこの瞬間結構吹かれてます。結構聞こえますかね。あ、ありがとうございます。まあじゃあ声聞く分には大丈夫ぐらいか。まあ風がでも吹いてるのが伝わるのはいいことかもしれないなんか向かい風なんですよ今。暑くて気温おかしいですよね。上がり、あの気温の上がり下がりが激しすぎる。アップダウンがもう寒くなってきたかなと思ったら、うん、さっき、あ、じゃあ正面から受けてる分にはまだ大したことなくて、横から吹かれてる時にひどいのかな。うさぎ薬局、もそうだと思うんですけどね今国内がなんか、日本はそうミッフィーっぽかったけど違う顔してました。顔のパーツは違いました。あのただの黒目、天の黒目じゃなくて、あの白目の輪郭が少しあるやつでした。風が、あ、今ここといえば、うお、今ここを出すためにさっきこのバッグの上にエクスペリアを乗せたんでした。そしてそのまま忘れて走ってきている。なのにまだ乗っている。やりますね、エクスペリア。意外と落ちてない。危ねえ、大変危なかったです。
これはなんかあの放送にあんまり関係ないから気づかないんですよね。あのね、よく乗ってたな、あんだけの振動で。いや忘れそうだなと思いつつもすぐにあの繋がったら、あの今ここ出せるようにと思っ て乗せといたらやっぱり忘れてるよ。盛り上がりますね。危ない危ない。これが1万円ぐらいで買ったやつかな、中古で。白ロームで、いわゆる白ローム、ボンネット。ああ、そう、後で便利な意味とか考えちゃダメですね。自分は直後にもうこれ忘れてるっていう想定のもとに全てやらないと、将来本格的にボケた時のためにも。あ、いや、すぐ後の私はもう全て忘れてると思って行動しなきゃダメだな。若年性のあれは私昔からです。あ、イベントありがとうございます。本当によく落ちなかったな、サンダル。前友達が自転車のライトを、夕方だったんで、あの車のルーフに自転車をキャリアに積むためにライトを手元に置いて忘れて走り出して、でブレーキかけた時にあのフロントガラスとボンネットを通って、あのライトが前に飛び出していく様子を2人でじっくり観察しました。まるで時間の流れ遅くなかったかのように。でガシャンっていって、こんなことでしたね。若年、いや若年でもない。ん？リディアム？いや風が、あ、で今ここ出ましたかね。確か今オンにしたよな。風が向かい風です、ずっと。ん？何だし？で、あとはもうこの太い道をずっとまっすぐかな。これ以降はなんか工夫というか面白そうな裏道があんまりなさそうだったんで。あ、 OK、 ありがとうございます。いや、子供、GoPro音声はあの皆さんに声届いてるってことは、録音、あの IC レコードの録音ができてるってことなんですよ。レコードが録音止まるとマイク入力されててもあのモニター出力がなくなるんで、放送してる間は少なくともあの IC レコーダーが止まってるかどうかの確認ができます。伸縮財布やっちゃったらやばいですね。そう、今携帯電話を なんか旅行先でなくしたりしても結構やばいかもしれないですね。いろいろと不便になりそう。急になんかあの公衆電話とか探すようになりそう。電話ボックスとかもうあまりないですからね。またなんか降ってきたな。晴れ間あるけど黒い雲もしょっちゅう来てる。ちょっとひどくなったらこまめに、あ、あの雨宿りしていく方向です。
何のケース？なんかご飯がパラパラ、ご飯があって、今ご飯食べ放題って書いてあったから、ご飯がパラパラって言ってしまったけど、ご飯じゃないです。雨がパラパラ降ってきてる、風も強いんですよ。勘弁してほしい。ご飯、追い風の雨ですかね。向かい風の雨の方が嫌ですけど、私は。あー、風が、あとさっきジュース一気飲みしちゃったんで、補給としての飲み物買うの忘れてた。向かい風、歩き添われるな。家建てっていうのは何でしたっけ。あと飯坂温泉とかありますね。これもおペットボトルか今飯坂温泉はもう庭湖の方に走っていくときに2回ほどそこまで輪行でいたことあります。あれは飯坂線っていうんだったっけ、あの列車は、あの路線は。福島駅から左上の方に向かってすごくローカルな線路が伸びてます。で、終点が飯坂温泉っていう温泉地で、お、なんか微妙なのが、これいいんだろうか。体は急作だな、これは完全に。肘のあたりとか、顔が微妙に違う。ロイヤルハウスはなぜか石のザクっぽいもの。名前だったんですね、飯坂線。あそこも確か扇風機がついてるような列車でしたよね。鉄人というか急作っぽいんですけど、今の。昔私は急作のプランも作ったことがあるんで、肘のあたりの形が急作だったと思う。イベントありがとうございます。あ、見ます。そうそう、融合したようなやつ。あれはでもなんかすごく体は急作そのままっぽいんですけどね。急作よりもちょっと筋肉ついてる感じかな。急作とドムの間みたいな体型だな。ウエストが、あ、映像いってました今。こっち側にコンビニが出てきたら飲み物買っとこうとか言ってると逃しそうだな。とりあえずすぐそこにファミマがあります。福島交通って会社だったんだしたっけ、あそこ。あれは単線だったかな、違ったかな、確か単線だったと思うんですけどね。あとは機動車だったか電車だったかっていうと、電車だったような気がするんだけど、どうだったかな。ファミマ
配信。ああ、リンゴ売ってる。なんですかね、たくさん作ったんですかね、あれ、ザク的な何かを。あ、セブンがあった。じゃあ飲み物買っていきます。今ラグあるっぽいから、多分1分後ぐらいに系列施設ですよね。九州の、いや知らないです。よいしょ。さて、広い駐車場コメントはいつ来るかな。駐車場が広いコメントは。じゃあ飲み物買ってきます。これです。不満か。とりあえず麦茶と、あー、青と、ありがとうございます。
さみオートフォーカスって書かれると NG になっちゃいますね。カスが麦茶、私は大好きです。麦茶が大好き。手動フォーカスにして、はい、とりあえずデザート買ってきました。なんか今昼飯1000円、1000円以上食って気が大きくなってるんで200円のパイン買ってきました。独り占め果実200円。いやフルーツ、若干喉が渇いてるとパイン系うまいですよね。落ちなかった、なるほど、確かに落ちなかった。パインを開けて、開け、よし、いきなりバーンとかやって全部、ああ、ああ、よっと、全部飛び散らしたりするっていうネタもちょっと頭よぎりましたけどね。いただきます。前にちょっと一枚写真盛り上げますね。あ、今のが、いや今のそんな盛り上がらないでしょ。青空あるんだけどな、黒い雲が何度も通過しますね。いやいや、忙しいですね。マイク。甘いな。これで。あ、今のは。うまいですね。あ、ベル痛くなりますね。あれどういう刺激成分なんですかね。福島でフィリピン産パインです、これは。うん、これ小ネタすぎる、小ネタ。うん、果肉の間から冷たいパインジュースが出てくる。 100% のやつだ。お、ありがとうございます。頑張ろう。普段この200円の果物パックとかなんか割高に関して買うことないですからね、ほぼ。うん、向こうになんか戦闘がありますね。美味しかった。あ、ゴミ箱が外に出てないタイプか。ちょっと捨ててきます。ん、ご無沙汰の方いらっしゃいませ。ちょっとゴミ箱が外にないんで中で捨ててきます。いらっしゃいませ。よっと、何ですかね、ゴミ箱は外いないっていうのは。雪が降り込むとかなのかな。スーパーな。うん、あ、そう、楽に。あ、また消えた。
コメント。あ、ありがとうございます。ん？店内ゴミ箱。やっぱり心ない人多すぎるんですかね。マインドレスな人たちが。ですよね。じゃあ今ここ出してから行きましょうか。もう2時過ぎた。停止開始。毎回時間が気になるな。